第一保全部電気機器235グループの森山俊之介です。普段は設備の保守管理業務を行っています。今回は保全部の1日を紹介します。朝のミーティングではチームごとに分かれて、その日はどこでどんな作業を予定しているかなどについて情報共有を行っています。ミーティングの後は自分が担当している工事の作業開始連絡の受付を行います。作業場所によっては作業しているプラントの運転員へ作業開始の旨を情報共有しています。これは万が一現場で怪我人が発生した場合に速やかに情報共有するために行っています。この日は午前中の現場立ち会いがなかったため、メールのチェックや作業の手順書、検査記録の確認などを行いました。その他にも工事の進捗を確認するために工程表を用いてチェックを行います。僕は確認している日付がずれないよう気をつけてチェックを行っています。作業の打ち合わせの後、後輩の相談を聞いたり雑談をしたりする時もあります。僕自身のリフレッシュにもなるので、業務の中で大切にしている時間です。電源盤点検の作業に立ち会いました。現場では作業関係者とスムーズに連携が取れるように積極的に声掛けすることを心がけています。今後の工事について協力企業の皆さんと打ち合わせを行いました。日頃から新しい設備を導入したり難しい修理などについては綿密に打ち合わせを行い、作業着工に向けて一緒に切磋琢磨しています。ありがとうございました。